はい、皆さんこんばんは、こんにちは。今回ですね、今練習で、やってるんですけれども、こちらの続きやっていきたいと思います。今7章ですね。で、今回はですね、この術工工房ですかね、ここからやっていきたいと思います。おそらくですけどね、これをクリアしたら多分7章は終わるんじゃないかなと思いますね。はい。で、多分そのまま 8章に入ると思うんですけれども、すみません、正直ですね、そのキャラクターが何章で終わるかっていうのは全くわからないので、もしかしたらそれで練習が終わるという可能性もゼロではないのでですね、その場合は非常に短い動画になってしまうと思うんですけれども、そう、あのエンディングの曲はですね、引っかかってしまうので、そこは飛ばさなきゃいけないですし、エンディングの、キャラクターのエンディングのムービーはですね、自分は見れますけど、もちろん、動画的には多分ですけど、映しちゃいけないのかな、多分画面はあの青い、全体的に青い画面になると思うので見れないとは思うんですけどね、どちらにしても、もしそうであれば、今回はもうすごく短くなってしまうと思うんですけど、8章をそのまま続けばですね、まだあの続くと思いますので、とりあえずやっていきたいと思います。これは近場には行けないのかな。術工奪還、少し近づきますかね。で、これですかね。敵の要所を叩き、違う、こっち、なんでしょうね、やれやれ、参ったね。俺としたことが、これは結構な深手だ。有力な将に手傷を負わせられたか。俺と学士の連携、うまくいったようだ。そう、エンディングのですね、死ぬんじゃねえぞ。今助けてやったよ。スタッフローに関してはもう、なんし大物歌手が歌ってるから、仕方がないかなと思うんですけどね。エンディングムービーは、個人的には別にいいんじゃないかなと思うんですけどね。あれもダメみたいですね。でもあれかな、収録だと録画はできるから、もしかしたら何でしょうね、アップロードされるときに、ちゃんと孫賢明、なかなかの戦上手、高等尊敬、いい光景を得たではないか。見れないようにしてくれたらいいんですけどね。もしかしたらブロードキャストとは違うので、そのままエンディングムービーが流れるというか、アップロードされる可能性はありますね。おそらく、間違いなく引っかかると思うので、そこの時点をもう多分、削除しないと、カットしないと多分、なんか引っかかってますよって多分出ちゃうと思うので、その辺はもしかしたら、でもそれもちょっとどういう風になるか確認ができるので、いい経験になると思いますね。すいません、ちょっと余談で申し訳ないです。でやっていきましょう。そろそろ倒せばいいのかな。ここは私と巨著殿で敵を迎撃しましょう。
さよなら。よし、ここで防御体制を取るのだ。総猛徳の前に立つかならば撃つのみよ。え、おしまいにするわ。わしがこれほど敵図を追うことになるとは。おのれ、殿を狙うとは。その前にこの超文言が相手とならん。おら、曹操様をいじめるな。おいら絶対許さねえぞ。ごめんなさい、巨長はあんま戦いたくねえな。もはや引かざるを得ぬか。自主攻は放棄する。全軍退却せよ。よし、曹操を退けたぞ。いや、勝ちどきをあげよう。はい、こんなもんかよ。口ほどにもねえ連中だぜ。これで諦める連中じゃないだろうけどね。まあひとまずは俺たちが勝ったってことで。二人ともよく協力して戦ってくれた。やればできるではないか。協力？冗談はやめてくださいよ。結果的にそうなったってだけですよ。確かに協力はしてねえな。俺が危ないところを助けてやっただけだしよ。冗談、あのくらい一人で突破できたっつーの。戦が終わった途端これか。まあいい、見ようによっては仲がいいと思う。誰がこんなやつと。言えんか。ハモった。あれはあれで息が合っているのだろう。自分たちには周遊殿ほどの偉大な治癒はない。だがああやって力を合わせれば周遊殿が目指した先へと進めるかもしれない。仲間か。改めて言葉にされると面はゆいな。だが確かに俺たちは仲間なのだ。それぞれ違うことを考え、違うものを見る者同士が同じ旗のもと互いを認め合いながら戦う。それが孫悟の強さ。孫悟が天下へと進むための力なのだ。そうだろ、周遊殿。もしかしたらあれかな。終わりとかかな。魏公の位を受けた曹操は国力を安定させることに成功。漢中の馬長らも倒し、北方の支配を固める。石壁で受けた傷を癒しつつ再度の南進に備えていた。一方孫権は劉備と盟を結び天下への雄飛の機を探っていた。だが孫悟が得たはずの慶州を劉備が奪ったことで関係は悪化。孫劉同盟には早くも亀裂が入る。その劉備は慶州を足がかりに劉将を治める覇蜀の地へと遠征。悲願であった自らの国をついに得た。北の曹操、東の孫権、西の劉備。ここに魏、呉、蜀、三国鼎立の世が訪れた。
この状況で俺たちに葬儀を攻めろと。そうきたか、軍神。さよう。今葬儀は漢中を制し、我が兄龍玄徳が地蜀の喉元に刃を突きつけている。この脅威を打ち払うため我らは漢中を攻める。孫悟には我らの動きに呼応し合肥を攻めてもらいたい。東西から葬儀を攻め兵力の分散を図るか。なるほど、いい策だ。だがその前に果たすべき約束があるだろう。関羽よ、お前たちは益州覇職を手に入れた。悲願であったよって立つ地を。慶州は足がかりであったのだろう。ならばもはや劉備にとって必要あるまい。約束通り孫悟に返してもらいたいものだがな。慶州は亡き劉表殿から兄者が譲り受けた地にござる。また赤壁での戦の折我らも相応の功を成した。慶州はその対価として順当なものであろう。何故孫悟に返すべしと言われるのか。すまんが、その類の詭弁には付き合いきれんぞ。お前たちは孫悟を利用し基地を乗り越え、さらには我らを騙すようにして西に地を得た。孫権殿も俺たちも天下への大計のためとはいえ、それを許し認め助けてきたのだ。その恩を仇で返すというのか。ならば共に葬儀と対するなどという前に孫竜の衝突は避けられんぞ。とはいえ今俺たちが争っても利はないのも確かだ。勢いを取り戻しつつある曹操の脅威が迫っている。ここは妥協も必要だろう。関羽よ、慶州を東西に分割し東を我ら孫悟、西を劉備が領有する案はどうだ。それならば兄者も諸葛亮殿も納得してくれよ。よし、ではそれでひとまず話をつけよう。だが関羽よ、気をつけてくれ。俺の孫悟での立場は危ういものとなってきている。劉備を討てと主張する者も少なくないのでな。劉備、いや、お前が慶州の返還を拒み続ければいずれ戦うしか道はなくなる。そうならんことを祈っているぞ。承知つかまつった。テーフ、体の具合はどうだ。殿、我が輩の見舞いになどこつとも。病が重いと聞いた。なぜ言ってくれなかったのだ。他言無用、そう言ったはずだが。悪い、ごまかせなかった。テーフ殿、皆お主が心配なのだ。病といってもただの風邪、寝ていれば治る程度のものです。本当か。ならいいのだが、周囲を失いさらに帝府までいなくなりでもしたら孫悟の損失は計り知れん。心配は無用、我が輩は周囲より頑丈ゆえ。それより間もなく葬儀を攻めるのでは。慶州を取り戻すために合肥を攻めるとか。さすが、病床にあられてもご存知でありましたか。蜀と連動して東西より義に攻勢をかけます。その対価として劉備より慶州の半分が返還される運びとなりました。半分とはまさに生中よ。やはり蜀に慶州を返す気などなし。
いずれ戦うこととなろう。やむを得まい。今後思えば慶州は是が非でも手に入れねばならん。無論命を守れるならばそれに越したことはないのだがな。賢明なご判断、成長されましたな殿。さあもう行かれよ。こんなところで油を売っていても曹操は打てませんぞ。テーフの言葉はいつも耳に痛いな。分かった、私たちは合肥攻略に向かうとしよう。テーフ、お前は養生してくれ。これは私からの命と思え。なあテーフ殿、本当に病は？殿を頼むぞ関東。我が輩はもう武器を持てぬ。郊外、お主もいつまで無理をするつもりだ。やはりごまかせんか。このところどうも体が思うように動かん。お互い夜年並みには勝てんの。おいおい、やめてくれよ。郊外まで何を弱気になってんだ。ようやく曹操と戦えるまでになったんだぞ。ここで死んだりしないでくれよ。俺は嫌だぞ、お前たちの墓参りなんて。なに関東よ、心配するでないわ。殿より先には死のうと、曹操より先には死なん。ではな、テーフ殿、合肥を落としてまた来るわい。若輩者たちがよくぞ育ったものよ。周囲よ、我が輩の役目もここまでだ。そろそろお前たちに会いに行くとしよう。合肥を取ることが孫権様や孫悟の未来にとって大切なことなのですね。ならば私も力を尽くさなくては。殿、合肥進行の準備が整いました。いつでも号令を。十数校のお返しってね。今度はこっちから攻め立ててやるとしましょう。ああ、孫悟の力、葬儀に思い知らせてやるのだ。そういや、じいさんたちはどうした？いつも張り切るくせに今回は見当たらねえな。テーフ殿と郊外殿ならば病で伏せっているそうだ。重鎮たるお二人がいないのは心もとないが、その分俺たちが働かねばな。心配ですね。大事なければよいのですが。テーフ殿も郊外殿も長年孫悟の軍を支えた宿将、そのお二人がいないのは少々心もとないですね。なに案ずるな、殺しても死なんような方々だ。さあそろそろ行くぞ。我らの総力を挙げて合肥を攻める。では僭越ながら郊外殿に代わって俺が時を挙げさせていただこう。孫悟の将兵よ、奮い立て。合肥を奪い、葬儀に我らの力を示さん。はい、ではですね、終わらなくてですね、そのまま8章に行きましたね。なのでそのままやっていきましょう。さて行きますか。味方も合肥で待ちくたびれてるだろうしね。
ただあれなんですよね、郊外はあのガッピを落としてまた来るぞっつって病に伏せたって言ってましたけど、どういうことでしょうか。この牛所は俺たちがいただく、覚悟しやがれ。三越の民ね、まさか葬儀と組んだか。この砦は奪わせんぞ。行かせてもらうわね。いくぜ。目についた敵は残らずぶちのめしてやる。何してんのこれ。敵の痛いところをついておくか。どちなさい。狙うはあの地だ。行くぞ。面白くねえ。行くぞ。無事に砦を守ることができたか。これもあなたの働きのおかげです、かな。守れたみたいね。おお、気合入ってんな。その調子だぜ。どうなんですかね、ガッピの戦いもかなり大きな戦いなんで、個人的にはガッピの戦いが終わったぐらいで練習終わりなんじゃないかなって、まあ、思ってるんですけどね。どうなんでしょうかね。義の連中が船着き場を占有しやがった。そうだ、船着き場までご…はい、どこですか。あ、え、どこ行ってんの。なんだよ、またかい。近くで迷子になるのやめてくんねえかな。行かせてもらうわね。チキシオ、義の奴らが嫌がる。これじゃ先に進めねえぜ。よっ、敵陣を突き崩す。俺に続け。遅れるなよ。どきなさい。はぁ、行かせてもらうわね。よっ、ふっつる。はぁ、この調子だ。おしまいにするわ。どきなさい。守りは我らが受け持とう。決して何者にも抜かせはせぬぞ。おしまいにするわ。はぁ、ありがとうよ。あんたが一緒で助かったぜ。どこ行ってんだお前。船着き場に急ごうぜ。行けよ。あれ、どこ。え、ここじゃないの。おい、じじい。
どういうことだ俺。守るべきもの守れたみたいね。え？お見事。さすがの貫禄勝ちってところですね。筋金入りですな。自分も見習う所存です。あ？あれ、ジェイさんどこ行った？これ。ああ、56か。ちょっとレベル下がりすぎるな。ここにいるでしょ。痛いところをついておくか。狙うはあの地だ。行くぞ。工作部隊、各員持ち場につけ。我々の手で長子橋を破壊するのだ。どきなさい。行きましょう。敵の布陣を切り崩すのです。よし、はあ、敵の痛いところをついておくか。狙うはあの地だ。行くぞ。敵の痛いところをついておくか。狙うはあの地だ。行くぞ。行かせてもらうわね。よっしゃ、はっ、よし、ここで防御体勢を取るのだ。引かねばならぬとは。長子橋を壊せば孫権の退路を立てたものを。まあ大丈夫かな。行きましょうか。守るべきもの守れたみたいね。それでこそ連士だ。孫悟の君よ、いざ我らの部で合皮を守り抜かん。長領か。そろそろ次の手の準備の頃合いであろう。あ？どうだこれ。報告、山岳砦からの補給部隊到着しました。よし、これで兵隊の心配はなくなった。孫悟の勇士たちよ、ただ前へと駆けよ。どきなさい。よっしゃ、よっしゃ、よっ、はぁ、来るって分かってたぜ俺。敵を追い返す兵器部隊、攻撃準備。
定まった。敵の足場を崩し戦意を損。行かせてもらうわね。狙いは定まった。敵の足場を崩し戦意を損。どきなさい。狙いは定まった。敵の足場を崩し戦意を損。狙いは定まった。敵の足場を崩し戦意を損。えらい同じことばっかり言うな。もう分かったっけ。なんか言うねん。超量か。子孫自たか。いな、まだ木はある。第二陣、前へ。戦線を死守せよ。行くぞ。俺たちこのガッピーを守り抜くんだ。攻略を断念する。みんな兵を引くぞ。行かせてもらうわね。覚悟せよ孫権。超分煙押して参る。どういうことですか。孫権を出す。殿、ご無事か。大使主義、気球を聞き、馳せ参じました。今は殿が逃げ切ることこそ肝要。ならば天軍はこの俺が務めましょう。どきなさい。超分煙、再び水産。全軍、孫権を追撃せよ。どきなさい。狙いは定まった。敵の足場を崩し戦意を損。そっか、あれだな。やっちまったな、俺。そっか、ガッピはそうだ、長領が結構来るところでしたね。なのでこいつ守った方が良さそうですね。どこだ。今頃少子教は壊されているはず。孫権は退路を大きくことになろう。でね、正式を健在。我が方の工作部隊は壊滅した模様です。なんと孫悟の先見、我らを上回っていたか。おお、正式は無事。これこそまさに皆が開いてくれた結露だな。今こそ孫権を打つ好機。配置した伏兵部隊が功を奏するはずです。狙いは定まった。敵の足場を崩し戦意を損。行かせてもらうわね。
どきなさい。狙いは定まった。よっ、敵の足場を崩し戦意を損。敵の足場を崩し戦意を損。分かったで何回言うねん。あれ誰かいるのかな。しまった、敵がいたか。冷静に対応し被害を最小限に食い止めよう。はーっ、行かせてもらうわね。よーよっ、はーっ、せい、行くぞ。今こそ敵の要所を叩く。おしまいにするわ。どっか。それでこそ連死だ。随分と消耗してしまったな。一度下がる、心身を。レース、なんとか逃げ切れたか。ガッピを奪うはずが命を奪われかけるとはな。私がこうして生きているのは皆のおかげだ。その尽力には再起と勇気とで報いねば。私の知略が破れようとは。敵将、打ち取ったわ。よくやったな、その調子だ。うまいこと逃げたみてえだぜ。そうか、よかった。しかしヒヤヒヤしたぜ。超量とか言ったか。ありゃ化け物だな。おめえまでやられそうだったじゃねえか。たく、俺が助けなきゃ今頃あの世だぜ。ああはいはい、そういうことにしておいてやるよ。お、ずいぶん素直じゃねえか。感謝してるんだっつーの。あんたもおとなしく感謝されとけよ。口の減らねえ野郎だぜ。お前たち無事だったか。どうおっさん、そっちこそ生きてたか。誰がおっさんだ。いや、そんなことより太子児殿を見なかったか。どこを探してもおられんのだ。そんな、まさか。呼んだか、龍門殿。太子児殿、ご無事でしたか。さすが孫悟の古株はしぶてえな。うん、縮小の一人として無様は去らせんからな。時に殿はすでに戦場から脱出されました。そうか、ならば安心だ。太子児殿、孫作殿、そして孫権殿、乱世にあって良き主に出会い存分に戦うことができた。殿に伝えてくれ、太子が礼を言っていたと。
大使寺。大使寺が死んだ。はい、俺たちと合流した時にはすでに深手を負っており、最後に殿に礼をと、そう言っておりました。なんということだ、また一人孫悟の要たる人物を失ってしまうとは。そうか、大使寺よ。伝令、孫権様、剣業より不報です。帝府様と郊外様、病にてご逝去なさいました。郊外も。バカな、何かの間違いではないのか。なんだよ、帝府殿、郊外、こんなに早く行くなんて聞いてないぞ。天狗、またかい。なんだ、次から次へと。今は取り込み中だ。恐れながら緊急の方にございます。曹操が巨匠より出兵しました。現在合肥に向け進軍中です。その数30万。何、バカな、合肥にそれほどの兵を割くだと。漢中は、劉備殿は何をしているのだ。いや、まさか曹操は漢中を捨てたのか。殿、いかがなさいますか。曹操、実に恐ろしい男よ。孫悟の重鎮が失われたこの機に攻め来るとはな。皆、今は友の死を悲しんでいる暇はない。悲しみを闘志に変えよ。去った者から受け継いだ者を示すのだ。剣業付近で軍を再編する。集められるだけの兵を集めよ。我らの手で孫悟を守るのだ。ロシク、お前は劉備に援軍を要請してくれ。はっ、ですが彼らが応じてくれるかは。それでもよい、今は打てる手をすべて打つのだ。孫権様は誰よりもお優しいお方。今も悲しみを押し殺して立っておられるはず。私たちも孫権様に習いましょう。今は泣いている場合ではないのだから。なんか終わりかな。さあどうでしょうか。8章が終わるのか、ストーリーが終わるのかですね。どうだ。曹操の本体が術高に布陣、先方はすでに剣業に向け進行中です。急ぎ反撃に出れば都は陥落します。こちらの兵力はおよそ10万。数の差は圧倒的です。あとは皆の奮戦にかけるしかありません。そうか、よくそれだけの兵を集めてくれた。皆聞いてくれ、この一戦に敗れれば孫悟は滅びる。それを阻止できるのは私たちだけだ。皆の力、皆の命、この孫忠謀に預けてくれ。当然です、孫権殿。そのために俺たちはここまで来たのですから。ええ、私たちが孫悟を守ります。倒れ去っていった方々の分まで。
そういうこと。こんなところで終わるわけにはいきませんからね。おうよ、これは弔い合戦だ。負けるわけにはいかねえぜ。私たちの孫悟を、そして大切な人たちを守ってみせます。どうした女性、震えているぞ。シュータイ、俺はかつて故郷を失ったことが、自分の無力さをあれほど呪ったことはない。だが二度と、もう二度と失いはしない。孫悟を守るため、曹操の軍を打ち破る。その息だ。ロジク、劉備からの援軍はどうなっている？殿、残念ながら援軍の要請は断られました。そればかりか、慶州の関羽がこちらを侵犯し、我らの兵糧を奪い取ったそうです。何？どういうことだ？葬儀の軍との戦いで兵糧が枯渇したようです。それを補うためであろうと。おのれ、それが答えか、劉備。不当に慶州を奪い、基地にあっては刃を向け、そのようなものが欲も命などといったものだ。もはや孫劉の命などない。孫悟を守れるのは我ら孫悟の将士のみ。ロジク、お前は急ぎ慶州に向かい、関羽の動きを静中せよ。は、承知いたしました。行くぞ、高き虎たちよ。我らの孫悟を守るため、曹操の軍を退けるのだ。両毛、少しいいか。ロシク殿、戦の準備はよろしいのですか？うん、そちらの方は整えてある。あとはお前に工事を託しておこうと思ってな。それが俺の最後の仕事だ。突然何を？両毛よ、俺は死ぬ。病なのだ。これまで隠してはいたが、もう長くはない。畜生たちが世を去ってしまったこの時に俺も死ぬというのはすまんと思うがな。これからは次の誰かが殿を支えなければならない。その退任、お前に任せたいのだ。ロシク殿。両毛、俺からの最後の頼みと思って聞いてくれ。どうか殿を頼む。俺は殿に天下を取っていただくと約束した。その約束をお前が引き継いでくれんか。承知。ロシク殿の頼み、この御使命が確かに引き受けました。すまんな。お前ならば安心して託せる。孫悟の未来を頼んだぞ。この地の攻防は戦局を左右しうる。私たちで守るぞ。敵を蹴散らせ。我らの進む先は誰にも阻ませぬ。そっか、でもそうだ、廉子ってあれですもんね、今の君主の孫権の、奥さんというかですね、あれなので、孫権がまあ死ぬまでは多分同じ時期でしょうね。
どちらにしてもですね、全く終わる気配がないのと、時間もですね、そこそこ、いい時間になりましたので、今回はこの辺にしましょうかね。次回はですね、今8章ですね、8章の、このジュスコーの再戦というところですかね、これのまあサブイベントみたいなところからやっていきたいと思います。ではありがとうございました。お疲れ様です。失礼します。